あれは運搬車。マイスター、本当に助かりました。なんとか明後日の公演に間に合わせられそうです。まったく、お前たちの劇団ときたら毎度毎度要求が高すぎる。オートマタの調整ならまだしも、新たな舞台装置の発注まで。わしとて暇ではないのだぞ。本当に申し訳ありません。何せイリアさんと劇団長からの要求が高くて、ついあのような仕掛けまで追加発注させていただきました。まあいいだろう。我が工房の技術、お前たちの舞台に生かす方がエイドスの意志にはかなうだろうからな。あ、はあ。それはそうと、マイスター、前々からお誘いしている通り、ぜひともアルカンシェルの公演をご覧になっていただきたいんですが、いつも素晴らしい人形と舞台装置を提供していただいているわけですし。相応のミラは受け取っている。わしは忙しいのだ。好意だけもらっておくとしよう。あ、はあ、やっぱり応じてくれないか。せっかくの舞台装置、どのように使われているのか一度見てほしいんだけど。あの、おや、確か特務支援課の。あ、はい。アルカンシェルの技師をされている方ですよね。ええ、舞台装置を担当しているハインツです。珍しい場所で会いますね。マイスターにご用ですか？ええ、ちょっと相談に乗ってもらいたいことがありまして。そちらは舞台用の装置を受け取りに？ええ、オートマタの調整と新しい舞台装置の制作をお願いしておりまして。リニューアル公演に合わせた無茶なスケジュールでしたが、なんとか仕上げていただきました。いや、劇団員一同、マイスターには足を向けて寝られませんよ。なるほど。そういや、アルカンシェルのリニューアル舞台の初公演はいよいよ。ええ、イリアさんをはじめ団員全員がかつてないほど気合が入っていまして、舞台装置担当としても身が引き締まる思いですよ。そうですか。さぞかしすごい舞台になりそうだね。おっと、こうしちゃいられない。早く帰ってセットしないと。皆さん、私はこれで。また劇場にいらしてください。はい、それではどうかお気をつけて。アルカンシェルの舞台装置ってのはあのじいさんが手掛けたもんなのかよ。そうみたいですね。ワイヤーアクションといい、相当高度な技術が使われているとは思いましたが。とりあえず留守じゃなくて助かった。結社の動きについて話をしてもらえるかどうか。はい。補欠にいらずんばってところかな。すみません、クロスベル警察特務支援課の者です。マイスターローゼンベルク、いらっしゃいますか？そう、大声を上げずとも聞こえておる。どうやら聞きたいことがあって訪ねてきたようだな。あまり時間は取れぬが、少しの間であれば話を聞いてやらんでもない。
ローゼンベルクドール？オートマタのようですが。その子に案内させるから中に入ってくるがいい。くれぐれも余計な場所に入るでないぞ。さすがに喋れはしないみたいだな。しかしまあ機械仕掛けとは思えねえぜ。それで君、ご主人のところまで案内してくれるのかい？行きましょうか。そうね、待たせても悪いし。ウロボロス、やっぱり底知れない相手だな。ここはすごいです。なひょっとして君らが言ってた巨大人形かい？ああ、レンっていう子が使っていたパテルマテルだけど。ここに保管されていたのね。しかしまさかこの屋敷の地下にこんな場所があったとは。何気に動力ネットの端末らしきものもありますし、まさか子猫はここから無線でネットに介入して。それで何の用だ？その時間を割いていただいてありがとうございました。実はいくつかあなたにお聞きしたいことがありまして。大方カンパネルラがちょっかいをかけたというところか。じいさん、あんた勘違いするな。確かにわしは結社の関係者だが、あくまで一介の人形師に過ぎぬ。結社の計画そのものに直接関わっているわけでもない。それじゃああのカンパネルラという少年が何をしようとしているのかあなたはご存じないと。知らぬし知る立場にもない。ただ彼は使徒ではなくレギオンだ。実際に結社が進めようとする計画を提案する立場にはない。それを企画立案しているのはあくまで使徒ということになる。ちょっと待ってください。なんだか話が急すぎて理解が追いつかないというか。重要な内部情報みたいだけど簡単に喋っちゃってもいいわけ？別に禁ぜられてはおらぬからな。それにこの程度の情報ならば知る者はそれなりにおるだろう。教会やギルド、大国の諜報機関ならばくの昔に掴んでいるはずだ。にもかかわらずあなたはここで人形を作り続けていられる。
そもそも結社の全貌を知る立場にはないからな。例えばオーバーマペットですら、ここ以外の複数の工房の技術からも成り立っている代物だ。言うならば、ここは無数にある巨大な蛇の尻尾の一つ。ギルドや教会あたりが簡単に乗り込んでこないのは、そういった理由もあるのだろう。なるほど。ただ摘発するよりは、必要に応じて情報を引き出す。その方が利用価値があるってか。そう。それに加えてこの工房にも備えがある。もしお前たちが逮捕令状を取ってここに踏み込んできた場合、発見できるのはおそらくガランドの工房だけだろう。そのパテルマテルも含めてな。なんなら今この場でわしの身柄を拘束してみるか。またとない機会かもしれんぞ。いえ、遠慮しておきます。確かにあなたからは話を伺うだけの方が良さそうだ。ロイド、ちょっと納得はできませんけど。賢明だな。どうやら具体的にいろいろと聞きたいことがあるようだが、3つに絞るがいい。答えられる内容ならば答えよう。わかりました。この老人から聞きたいこと、それは、先ほども言ったようにわしも詳細は知らぬ。ただ伝え聞く話によると、こんな風に呼ばれているらしい。減塩計画と。減塩計画、意味深な名前だね。その計画は1年半前のリベールのような異変をクロスベルにもたらすものですか。もしそうなら絶対に認められません。繰り返すが、わしも詳細は知らぬ。ただ一つ言えるとしたら、リベールほど結社の介入が大規模ではないというくらいだ。そもそも結社は闇の存在、本来あまり表舞台には出ぬからな。なんつうか、全然安心できねえんだが。むしろ名前だけというのが逆に不安を煽っているような。アンギス、大いなるマスターの意を受け計画を実現する7人の幹部のことだ。わしも全員について詳しく知っているわけではないが、近々このクロスベルを訪れるという人たちならば知らぬでもない。それは一体どういう人物ですか。一人は第6中にして結社の技術ネットワークである13工房を統括する男だ。結社切手の理論家にして貪欲極まるエンジニア。まあ、たちの悪い男だとだけ言っておこう。そんな風に言われましても。どうたちが悪いんですか。良くも悪くも自分の知的好奇心を満たすことしか考えていない男だ。どのような目的でこの地を訪れるつもりなのかは知らぬが、少なくとも
クロスベルにとって良い予兆とはとても言えぬだろう。確かに聞いた限り立ちが悪そうではありますね。そしてもう一人、鋼の名を冠する第七中がクロスベル入りするという情報がある。鋼、なんつうかちょいとヤバそうな響きだな。うん、少々謎めいた人物でな。一つ言えるとしたら、お前たち全員が束になって挑んでもかなわぬほどの達人というくらいか。俺たち全員でも？へえ、ずいぶん自信満々だね。ああ、忠告程度に思っておけ。第六中と違い、高潔な人物とは聞いているが、下手に挑んだりしたら間違いなく返り討ちに遭うだろう。DG 教団か。わしの知る限り直接のつながりがあったことはないようだな。レンがいた連中のロッジを結社が潰した事実はあったが。え？それって楽園っていう？うん、各地の有力者を取り込むための場所だったらしいな。大方結社の息がかかった有力者をターゲットにしたため殲滅の対象となったのだろう。レンが生き延びたのは行幸というより他にはないな。だからといって結社ってのがまともとはとても思えねえがな。正直そんな説明だけじゃ納得できそうもないんだけど。言っただろう、わしの知る限りと。どう判断するかはお前たち次第だ。これで3つか。時間を取られた。そろそろお引き取り願おうか。でもロイドさん。そういう約束だ。今回はこれで引き上げよう。また機会があれば話を伺いに来ても構いませんか？まあ気が向けばな。そもそもお前たちにとって気がかりは我々だけではあるまい。国家独立とやらを前にして警戒しなくてはならぬ勢力は他にいくらでもあるのではないのか。それはまあ確かにな。そういった勢力の動きも全部知っていそうだけどね。さてな。さあ帰りもその子についていくがいい。はぐれたりしたら身の安全は保証できんぞ。なんだか夢を見ているみたいだったわね。幻影計画、そしてクロスベルを訪れるという二人の使徒の存在。正直突拍子もなさすぎて現実感がないんですが、どこまでが本当なんでしょうか？リベールの異変を聞く限りシャレにならない連中なのは確かだろう。ただリベールの時とは違って
大規模な仕掛けをしているようには感じなかったけど。まあ、巨大な飛行戦艦まで現れたっていう話だからね。あのパテルマテルっていう巨大人形も持ち出したみたいだし。よく知ってるな、一家の機密情報なのに。そんなことまでホストの間では噂が広まっているの？まあそんなところかな。どうした？二人とも。いい。なあ、ちょっとな。ティオスケの方はまた別の考え事みてえだな。そうですね。先ほど案内してくれた人形にしてもそうなのですが、結社というのはどうも遊びが多い組織だと思いまして。遊びが多い？ええ、エプスタイン財団や ZCF を上回る技術力を持ちながら、それを無駄に使っているような。あのパテルマテルにしても、あんな人型兵器を実用レベルで作ったら飛行艇50隻は作れてしまいそうです。そうなのか。豊富な資金源があるのか、それとも。でも確かに軍隊や犯罪組織は基本的に効率性重視の組織形態です。遊びの部分などは極力持たずに、目的のために冷徹に動いていく。そういった合理性はあまり感じられませんでしたね。俺が思ったのもそこでな。いかにすごい技術を持っていようが、化け物じみた連中を抱えていようが、赤い星座クラスの両兵団やヘイユエみたいなシンジケートの方が現実的な脅威は上かもしれん。ましてや帝国、共和国みてえな大国とまともにやり合えるとも思えねえ。なるほど。となると、そうした勢力が複雑な対立状況を作っている現在、結社のような連中がわざわざクロスベルに来て何を狙っているのかが問題のわけだ。そうね。テロリストたちを支援したのも単なる気まぐれだったみたいだし、どうも現実的な勢力争いに積極的に関わっているわけではなさそうね。だとしたら、現実的ではない目的のために動いているということでしょうか。そうなるとさすがに俺たちにはお手上げになっちまいそうだな。でも実際に何かしようと企んでいるのは確かみたいですし。とにかく一度支援課に戻ろう。課長には話しておきたいし、警備隊やギルドにも連絡を取りたい。結社が何をするつもりでも、最低限備えることはできるはずだ。ええ、分かったわ。そんじゃ一旦クロスベル市に戻るとすっか。早速どこかで問題でも発生したのかな。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。あ、
っとつながりました。フランカ、お疲れ様。ひょっとしてさっきからエニグマにかけてくれてたのか？はい、でもなぜだか全然つながらなくって、他の皆さんのエニグマにも一通りかけたんですけど。人形工房の地下に動力波を遮断する仕掛けがあったみたいだな。すまない、ちょっと特殊な場所を訪ねていて。どうしたんだ、急ぎの支援要請でもあったか？いえ、そうではなく、実は30分前西クロスベル街道で列車の脱線事故が起きたんです。な、本当か？それは。はい、すでに捜査二課が現場検証に向かっています。警備隊も動いていますし、ロイドさんたちが行く必要はないと思いますけど、念のため連絡しておこうと思いまして。そうか、ありがとうフラン。また何か続報があったらこちらにも伝えてほしい。了解しました。何か問題でも？フランからの連絡だったみたいですが。ああ、なんだと？脱線って動力鉄道のことですよね？ああ、すでに二課と警備隊が現場に向かっているそうだから任せてもいいと思うけど。さすがに気になりますね。ああ、このきな臭い状況でタイミングが良すぎだろう。まあ単なる事故とはちょっと考えにくそうだね。ロイドさん、どうするの？結社についての情報は今日中にまとめて伝えればいい。俺たちもこのまま事故現場の方に行ってみよう。例の幻獣か、それとも何らかの組織による仕業か、少なくとも現場検証の手伝いくらいはできるはずだ。はい、それじゃあ急ぎましょう。こりゃ車を使ってパーッと行った方が良さそうだな。行きますか？お安いご用です。今のは病院に向かう救急車か？ええ、ウルスラ病院に登録されている車両ですね。そいつが3台もか。やっぱり脱線事故の怪我人を搬送しているのかしら。まあこのタイミングだし間違いないんじゃないかな。セシル姉たちも忙しいことになりそうだな。俺たちも現場へ急ごう。了解です。今のバスは？共和国方面への行き来に使われている旅客バスですね。多分列車に乗っていた乗客を振り替え輸送しているんでしょうね。やれやれ大変だな。事故の規模はどの程度なんでしょうか？
やあ、ロイドたちか。フランツ、お疲れ。ランディ先輩、ノエルさんもお疲れ様です。そちらこそお疲れ様です。どうやら事故現場ってのはその先で間違いないみてえだな。はい、すでにソーニャ司令と警察の方が検証に入っています。ミカのドノバン警部とレイモンドさんが来てるよ。しかしまあ見事なまでに脱線しちゃってるみたいだね。ありゃ復旧までにちょっとかかりそうだな。その乗客の人たちの被害は？幸い死者は出なかったようですが、何人か重傷者が出たみたいですね。治療の必要がありそうな方は先ほど救急車で搬送されました。ああ、さっき見たよ。他の乗客は一通りバスで。ああ、市内に行くのとアルタイル市まで行くのの二手に分かれるらしいね。さっきまで大混乱だったよ。無理もないかと。やれやれ、厄介な事故が起きたもんだね。とにかく俺たちも事故現場を見てみよう。通してもらってもいいかな？ああ、お前たちなら誰も文句は言わないだろう。どうぞお通りください。いや、大変な事故が起こってしまいましたね。ズバリ脱線事故の原因は？見ての通り現在調査中だ。考えられるとしたら線路への落石で先頭車両が脱線したってとこだろう。申し訳ないけど、ここから先はマスコミにはお引き取り願いするわ。すぐに復旧作業に取り掛かる必要がありますから。え？司令、それは？警察として現場検証を優先したいお気持ちはわかります。ですが、この横断鉄道はゼムリア大陸における大動脈。すでに鉄道公社、帝国共和国方面、さらにはディーター市長からも大至急の復旧が要請されています。我々警備隊としてはその要請に応えなくてはなりません。いや、理屈はわかりますがね。
でも事故の原因がわからないと再発の恐れがあるんじゃ。それに関しては復旧と並行するしかないでしょう。とにかく遅くとも夕方までには片側の路線を開ける必要があります。手配した重機が到着する前に。待ってください。あなたたち。あら、ロイド君たち。お、来たのかよ。あの、司令、現場検証もしないで復旧作業に入るんですか？あなたも警備隊の所属ならばこの路線の重要性はわかるでしょ。それに言いたくはないけれど、復旧が遅れればそれだけで帝国と共和国の横槍を招くことにつながりかねないわ。それは十分に考えられますね。それを言われますとこちらも強くは出られませんな。でもこちらには真実を追求するという使命が。そうね、司令。30分、いや、重機が来るまで俺たちに時間をもらえませんか？あなたたちに？ええ、現在のクロスベルで今回の事故が起こったこと、自分にはとても単なる偶然とは思えません。本当に必然性はないのか見極めるべきではないでしょうか。例の拳銃による被害の可能性もありますし。ま、気休め程度に任せてくれてもいいんじゃないですか。そうね、私としたことが少しばかり焦っていたようだわ。ドノバン警部、まずは現場検証を優先しましょう。代わりに復旧作業が始まればそちらに集中させていただきます。ええ、こちらも依存ありません。できれば私たちの取材も。復旧作業が始まるまではどうぞご自由に。ただし現場検証の邪魔はしないように。ええ、それはもちろん。警部、自分たちの方も現場検証に入らせてもらっても。お、手分けするとしよう。そうそう、向こうの方に列車に乗っていた車掌が休んでる。運転手は病院に運ばれちまったが、そいつから事故当時の話は聞けるだろう。了解しました。それじゃあ捜査開始だね。
よし、これで大体必要な情報は集まったな。え、もうですか？さすがロイドさん。俺なんざ当てが外れてわけが分からなくなったんだが。僕の方もいくつか気づいたことがあるかな。どうする？早速情報を検討してみる？ああ、司令や警部たちも呼ぼう。さてと、何か判明したことはあるかしら？ええ、まず最初に落石などが線路に落ちた可能性ですが、それは真っ先に否定できると言ってもいいと思います。そりゃまたどうして？つまりそれを裏付ける証拠があるってんだな。はい、それは。いろいろ怪しげな証拠は見つかっていますが、決定的なのは機関車先端の傷の少なさだと思います。どういうことかしら？確かに機関車の先端には特に傷がなかったけど、普通落石で脱線する場合、線路上に落ちた岩が先頭車両とぶつかった場合だと思います。その結果スピードに乗った巨大な質量がバランスを崩し線路から外れて脱線する。それ以外にここまで派手に脱線することは考えにくいはずです。おお、なるほど。なのに機関車の先端には傷らしい傷が見当たらない。一番ありそうな可能性が真っ先に消えたってわけだ。なるほど、確かに見過ごせない事実ね。それじゃあ他に考えられる脱線の可能性はあるのかしら？
はい。最初は何らかの爆発物が使われたかと思ったんですが。それって何らかの武装集団がテロ工作をしたとか？いや、その可能性は俺も真っ先に思い当たってな。一通り見渡してみたんだが、どうやら爆発物が使われた形跡は全くねえな。そうね、今のところこちらも見つけていないわ。そうなると他に考えられるとしたら、何かに機関車の右側から体当たりされた可能性でしょう。何？体当たりってそんな無茶苦茶な。車のレースのデッドヒートならそういうことはありそうだけど。なるほど、機関車の右側にあった大きくへこんだ部分ですね。ああ、多分こういうことが起きたんじゃないかと思う。その何かは走行中の列車の機関車の真横に降り立った。運転手さんが上げた叫び声というのは多分その時のものだろう。何かはそのまま並走しながら機関車の右側から体当たりをして、横からのベクトルを加えられた機関車は左側に脱線してしまう。そして何かは機関車を左の岸壁に押し続けて、長い傷跡を岸壁に残した挙句にようやく停車させた。そして後続の客車はこんな風にバラバラな形で脱線することになった。とりあえずこれが現時点での仮説なんですが。はあ、見事だわ。いやはや推理にかけちゃ兄貴を超えたんじゃねえか。確かにガイさんはもっと直感で操作するタイプでしたもんね。おいおい、大好評じゃねえか。なんだか誇らしいわね。やれやれ、僕もそこまではまとめきれなかったかな。大したものね。それでロイド君、そこまでした何かというのはやはり魔獣なのかしら。それも最近現れた幻獣とか。そうですね。確かに走行する列車を脱線させることができるほどの力の持ち主です。大型の幻獣と考えるのが自然だとは思いますが。ですが幻獣が出現した割には上位属性の気配は感じません。あの青い花も心には咲いてなさそうだよね。確かにそうね。それでは一体どんな存在が？他に考えられるとしたら結社の人形兵器だろうけど、こんな風に直接動く連中なのか。今のは？魔獣の吠え声？それにしては不気味すぎる感じが。センサーを起動します。行きます。どこ？どこにいるの？レインズ君、なんとかカメラに収めなさい。無茶言わないでくださいよ。距離10セルジュ、西へ遠ざかっていきます。みんな追いかけるぞ。ああ、合点承知だ。了解しました。おいおい、無茶すんなよ。警備隊からも増援を。いえ、そちらは復旧作業に専念してください。まずは俺たちで追ってみます。
そうだったわね。そろそろ重機も到着する。お言葉に甘えるしかなさそうね。何かあったら駆けつけるから必ず連絡してきなさい。了解しました。グレイスさん、さすがについてくるとか言いませんよね。いいじゃないって言いたいところだけど、さすがに危険そうだし、ここは我慢しておくわ。一旦クロスベル市に戻って速報をまとめるつもりです。他の記者が集まり次第、すぐにでも取材を再開しますよ。それが無難かと。まあさすがに襲われてもフォローしきれねえしな。どんな魔獣か知らないけど、本当に列車を脱線させたのなら尋常な相手じゃないわ。くれぐれも気をつけて、後でネタを提供してちょうだい。了解しました。お疲れ様です。よし、追跡を始めよう。まずは街道をまっすぐ西の方に向かうぞ。いや、何としても捕まえねえとな。またか。西の方からだ。ティオスケでなくてもわかるぜ。まるでサイトの時みたいに私たちを誘ってるみたいだけど、間違いないと思います。サイトとは違って暴力的な意志を感じますが。かなりの知能を持った魔獣か、それとも。いずれにしても気をつける必要がありますね。爆発物の音じゃねえぞ。南です、行ってみましょう。ここのゲートは一応特殊合金製だったはずだ。信じられません。ただの魔獣にこんなことが。列車を脱線させたことといい、どんだけの化け物だっつうの。とにかく追いかけよう。まだ遠くには行ってないはずだ。森の奥に逃げられると厄介だよ。さっきから様子が変だな。